よっしゃ、ガチャ引くぞー。やっぱ妖怪ウォッチはガチャ引かなきゃダメ。これが一番脳汁に来るからね。あ、今日は5回引ける日だ。お品書き、草薙、風魔猿、大角の神。何こいつ、初めて見た。一角、百鬼姫、人魚の宝国。まあ、まずこれじゃないの、大角の神、これを狙う。青。スタミナムナの上位互換なのに小当たりなんだ。あお、あ、妖怪だ。あー、まあまあ持ってない妖怪なら今は全て当たるよ。ドッキーン、急に外に出られてびっくり。でも嬉しいよ、ありがとう。ドキ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 。いやー、え、なにこれ、発電神トラップ。あ、しびれ罠か。赤、あ、妖怪だ。あー、いかにもタンクって感じだな。いやいや、今中で稽古をしておったところだ。さあ、お主も一緒に稽古じゃ。夫人の山。あ、黒これ。白。富士の山 C ランク。スキル食いしばり。HP が0になった時、1回だけ HP で耐える。HP1 で耐える。結構普通に強くね。シールド。周りの味方の守りを一瞬だけ超アップする。はいはいはい。で、ガードで敵の注意を引く。必殺でも敵の注意を引くと。え、これもう、ほぼ無理壁の上位互換か？なんか、ステム見た感じ。レベル1なのに藤井の山スペック高えな。で、前回ね、ちょっと圧倒的火力不足を感じたから、ジバニャンを7ぐらいまで。いや、なんなら8まで上げちゃおう。ちょっともったいないか。まあ、その回コマさんは1枚上げなくてもいいや。俺が殴れればそれでいい。で、このスキル超回避。回避で敵の攻撃を避けやすくなる。これを使っていきたいね。桜中央シティをパトロールせよ。おすすめレベル 9! なんか高くない？ Go, go, go! なんでこの真っ昼間からさ、妖怪がそこら辺歩いてんの？治安悪くねえか？せめて夜だべな。ん？あれ？これコマさんの弟じゃん。なんか急にパーティーに入ってきたんだけど。え、なにこれ？不思議エキス。イエーイ、面白いバトルだったよ。にゃ、お前結局何者にゃん。彼の名前はケイジ。最近桜中央シティで活躍中のお騒がせエリートチーム、チームケイジのリーダーであります。よう、よく知ってんじゃんよ。おほん、そのケイジさんが一体うちに何の御用ですか。兄貴に会いに来たんだ。にゃ、兄貴。もしかして KJ って弟の駒次郎面？よお兄ちゃん、久しぶり。びっくりしたよ、まさか兄ちゃんもバスターズをやってるなんてさ。駒次郎、その格好と変な喋り方なんずら。兄ちゃん、俺のチームに入りなよ。そして兄弟でビッグになろうぜ。ちょっと勝手に話を進めないでくださいよ。駒さん、我がチームの大事なメンバーなんですからね。あー、ごめんごめん。じゃあさ、こういうのはどう？俺のチームとバトルして勝った方に兄貴が入るみたいな。望むところにゃ。オッケーオッケー、それじゃあ桜中央シティで待ってるよ。なんでこんな駒次郎グレちゃったの？駒次郎、一体どうしまったずら？
チーム同士でのバトル、なんだか燃えてきたでウィス。そうだにゃん。まさに絶対に負けられない戦いってやつだにゃん。しかし相手はエリートチーム、そう簡単に勝てるかどうか。え、なんか OK。 何あれ、なんだバスターズ兼歌手ってこと、スペック高っ。よし、だったらパトロール解禁だ。パトロールミッション、自由に街を探索することができる。あー、なるほどなるほど。目撃情報で出やすい妖怪をチェックできる。え、これで S ランクとかも出たりするのかな。だとしたらめっちゃ面白いけど。ミニミニミッション、すごいぞ。これからはいつも自由にパトロールできるぞ。さらにパトロールのエリアは今後どんどん増えるはずだ。このまま戦いに行くもよし、しっかり準備してから行くもよし。お前らの好きにしろ。必要ねえな、パトロールなんざ。ただ弟を分からせるだけだ。なんといっても俺もね、3兄弟の長男なんでね。バスターズバトル、フューチャリング KG。ずる？ん？あ、なんか大きな、マークが3つあるわ。下に、下のマップに。分かれてるってこと、まさか。4対4じゃねえの、こういうのって普通。持て持てん。全然見えん。木で全然見えん。実況者殺しやめてね。あ、刑事いた、刑事いた。これどうなの。なんで相手は一人なの。一人に対してさ、兄貴が仲間3人連れて殺しに行くんだぜ。道徳の心忘れちゃったんだ、このゲーム。お、全然元気じゃん。さあ、終わったけど。ないわ。さすがに4対4が始まるか。闘技場だって。雲外鏡がいる。あ、こいつだ。ペロン、私が雲外鏡でーす。私の鏡に入れば空間をワープできます。それでは闘技場までペロンとご案内。おお、いやー、そうそう、こういうのでいいんだよ、こういうので。これあれじゃん、全くじゃねえわ、あのボス戦と同じじゃん、前回の。ひー、え、秒でやられたんだけど。めっちゃ強いし。おい、起こしてくれ誰か。待った。あ、復活した、復活した。オッケーオッケー。ヘイト買うわ。これ、なかなか強い。ヘイト買う、俺だ。さあ、来い。やべ、ちゃんとレベル足りてねえんだな。いてえ。え、あ、倒した。ナイスナイスナイス。やっぱ俺がヘイト買ってあげるの大切だね。危な、マジで。もちろん戻ってこい。オーケー。都会に染まるな。ウィス。さて、決着もつきましたし、コマさん、我々のチームに残るってことでいいですね。ズラ。わかった、ズラよ。ズラ。ズラ？コマジロー、その喋り方。俺の知ってるコマジローに戻ったズラか？あ、仲間から電話だ。もしもし、ごめんごめん、ちょっとやぼ用があってさ。待ち合わせ例のクラブだよね。うん、オッケー。じゃあね。仲間が呼んでるから俺帰るよ。じゃあね、兄貴。あ、でもなんか、和解した感じではないな。コマジロー。あ！これあれだよね、ガシャドクロのガシャだよな。早っ。善は急げだな。え、コマジロウが？あまりにも一周過ぎてね。よく、どり。KJ、あっという間に横取りされちゃった。無理っていうか、それ以前に勝てる相手じゃないみたいな。弟は、コマジロウはどうなっちゃうずら？隊長殿、さっ
先ほど桜の住宅街で例のガシャ玉が現れたとの報告が。きっと犯人もそこにいるに違いない。やるずれよ。みんな桜住宅街に出動するずらよ。コマさん、にゃんかいつもと違うにゃん。ええー、とっても頼もしく見えますね。オラはケージェンの、いやコマジローの兄ちゃんずら。弟のためなら何だってできる。それが兄ちゃんってもんずらよ。コマさん、行くにゃんよ。よろずら。行きますよ。行きますよ。ちょっとさ、ちゃんとさ、レベルと装備整えよ。銃は必要だな、さっきの感じ見ちゃうとら。もう8でアーダコーダとか言ってる場合じゃねえ。結構鬼玉も節約してるから溜まってるしね。うちのだって8連まで上げたジバニャンが秒殺されたからな。舐めてたわ。これ作ろう。力プラス20見習い刀。なこれをまずジバニャンにつけて、ジバニャンの変な攻撃プラス10のお下がりをコマさんにつけて、あと防御力をね上げるやつもあるべ。あった、丸い盾。いや作っておくか。さっきタンクもですらかなり削られたからね。あと20とかマジ数値がバカになってないから結構装備ゲーだと見た。コマジロー救出大作戦。おーおーおおおお、このカラスは妖怪じゃねえのかな。お、いきなり歯届かねえよ。お先真っ黒な黒玉。おお、これもしかしてさ、あと、あ、届いてるこれ。あれ届いてるわ。あ、緑色が出ると回復ポイント出現になって、ほんとだ。なるほどなるほど。あ、全然届いてるわ。なんか知んねえけど、こいつめっちゃ弱くないけど。としたら回避、あー強い回避ミスってなったね。ここで百裂肉球チェンジで、お前まだ溜まってないか。誰も溜まってねえや。ジバニャンだけだったわ。赤のカプセル、何か熱いのが来る。でも当たんねえんだもん。だってで、ずっと殴れちゃうのも当たんねえから。剥がれねえな、あの絆創膏。確かあそこが剥がれて、なんか心臓を殴れるようになる的なやつだったよな。緑のカプセル。14ダメージ。全然だわ。42ダメージ。剥がれねえじゃん。これ絶対第二形態あるわ。カッポンもあったもんな、第二形態な。さすがに弱すぎ。百裂肉球。しかもこれあれらしいね。必殺食べてる最中は、無敵なんだって。危ない爆弾。お前らそろそろ溜まったか？溜まってない。お前ら攻撃してっか、ちゃんと。爆弾。当たんない。人玉乱舞。え、打ち返せ。いって。打ち返せって、どうやってやるんだ。43。コマさん、妖術貯めて43だわ。これなんかね、貯める、うわ、まった、もうほぼ全体範囲。あー、このクリーチャーとさすがに妖術また当てた。回復と妖術は基本食べて使うんだって。食べて使わないともう雑魚らしい。
でもこれあれだな、普通になんかジバニャンで、なにこれ。いいや、美脚でうふん、全員素早さアップ。あ、終わった。ただこっからだな。え、絆創膏剥がれねえじゃん。え、嘘、クソ雑魚ですやん。よくやったよくやった。ほんとガシャドクロとかは話が通じねえな、あいつらはな。ガシャ玉にしてだって自分のね、コレクタ、コレク、コレクションに入れるってことだろ。あいつ鬼畜だよな、結構。3、これバスタースランク上がるとどうなんだこれ。まあでも報酬だけは一丁前だわ。さすがにボス戦外れきた。外れとかあんのかよ。え、ちょっと待って、ねえ、ガシャドクロの奥バレたよ。これで武器作れるってことか。ガシャドクロの巨大な奥歯、一度も虫歯になっていない健康な歯だ。ほら、こまじろ、みんなにお礼を言うズラ。助けてくれてありがとうズラ。あと、生前に生意気なこと言ってごめんなさいズラ。すっかり元の小柱に戻ったみたいにゃんね。今回のことで思い出したズラよ、なんでバスターズを始めたのか。ちっちゃい頃からお兄ちゃんはどんな時でもオラを守ってくれた。オラはそんな兄ちゃんみたいなもんげえ男になりたかったズラ。でもオラはやり方を間違えていたズラね。都会できて都会人の壺を掴んだような気がしていたズラよ。コバジロー、よかったですね、コバさん。今回はコバさんのお手柄にゃん。て、照れるズラ、そんなことないズラよ。やっぱり兄ちゃんはボンゲーズラ。オラも兄ちゃんと一緒にコロチビで戦わせてくれズラ。え、でも元の、え、コマジロ、コマジロ、でも元のチーム捨てちゃダメだよ、どうすんだよ。おい、お前そういうとこやね、お前。注意してあげないと、コマさんもお兄ちゃんとして。めでたし、めでたしやんね。いやー、兄弟って本当にいいもんですね。ほい。ちゃんちゃん。次回の妖怪ウォッチバスターズは。にゃにゃ、この二人めっちゃ睨み合ってるにゃん。これはバチバチのライバル関係ってやつですね。一体我々とどう関係してくるのでしょう。なんか嫌な予感がするにゃんね。第4話、ひょうたん受け縄張り合戦、お見逃しなく。いや、あの池取り合わないで。カッパは川、え、人魚は海、それぞれのテリトリーがあるんだから。おう、今日からお前らのために特別なミッションを用意した。それはズバリ研修だ。にゃん、研修てかもうあれなんだけど、無理壁素直を引きこもりも喋んなくなっちゃったよ、もう。そうだ、他のチームに入って勉強してこいってことだ。はぁ、どういうことですか、ちゃんと説明してくださいよ。なに、簡単なことだ。お前らより活躍しているチーム、つまり先輩チームにしばらく帰り、その働きぶりを見てくるんだ。なるほど、なるほど、それは確かにいい勉強になりそうですね。そうだろう、じゃあ早速行ってこい。 え、今すぐにですか。当然だ、研修だけのチームとはもう話はつけてやる。さあ行ってこい、さあ行ってこい。第4話、ひょうたん池縄張り合戦。おーさ、おー、お前らブリー隊長から聞いたぞ。今度は他のチームと一緒にバスターズをやらしいな。ですから早くひょうたん池に行かないと。はっはっは、そいつは呼び止めて悪かったな。実はお前らにいいことを教えてやろうと思ってな。いいことを何にゃん。爆走、お、進化についてだ。進化と合成、来た来た来た、やっとだよ。レベルアップで進化と合成で進化ってことか。はい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 、でも一個持ってないな。進化も合成も俺の方が必要っけ。
というわけでお前らにはこれをやろう。あ、爆風クラクション。これなんずら。合成進化に使えるアイテムだ。持ってると結構便利だぞ。それじゃあ研修でしっかり勉強してこいよ。ファイト。行ってきますずら。なんかコマさんとかさ、コマ次郎とかに塗り壁とかさ、引きこもりのなんかポジション生まれちゃって、俺ちょっと泣きそうだよ。かわいそうだよ。引きこもりとか俺結構好きだったのに。合成こいつだろ、おともらしだろ。あーほらそうだ、おともらしと爆音クラクション1300も使う。こいつは妖怪落ち着いて使えなかったもんな。こっちでは使ってみよう。あ、あったあった、ガシャドクロの装備。え、奥歯3つ、骨盤2つ、薄ら影エキス4つ。めっちゃ強え。揚力45、守り35。ボスから作れる装備はクソ強えんだ。だから周回必須だね。バコンのろし B ランクなんだ。スキルターボ、技を貯める速度がアップ、アタッカーだ。新速アタック、敵に向かって素早くダッシュして攻撃する、強そう。え？溜めで毒取り付き。へぇー。新速アタック、おぉ！すごい距離詰めるね。毒。溜めて溜めて。あ、もう溜まってたかこれ。あ、死んじゃった。え、何これ、ちょっと使っちゃおう。力の奥だ。で、これを取る。これはフォースバスターだって。あ、いたいた。俺がカッパだ。研修タートルカッパーズ。さあ、行ってこい。オッケー。なんかすごいありえんこずミニマップに映ってるけど、ここは毒取り付きを食べて、ここ全員に食らます。食らった。あ、カオベロスいる。人面系の進化だ、カオベロス。あれ、毒食らった。これ食らってなくない。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、普通に死ぬ。あ、人面系倒してたもんだ。お前試合中だよまだ。危ね危ね、死ぬかと思ったわ。人面犬来たわ、人面犬。俺大好きだけどね、人面犬。イケメン犬もそこそこ好きになったけど。あとあれだ、ホースバスターっても使ってみようよ。はい、使った。うービームが。あー、またこれ。ちょっと待って、これお前試合が終わってからにしてくれよこれ。ちょ、ごめんな、お前ら。おへん、今、仲間にしてっから。頼むぜ、あとは。あ、ババーンもいる。あれ、暴露バーンの進化系だね。喧嘩しとるわ。終わった。え、なんか、レベル13ってさ、高くね？これぐらいが今の平均レベルなのか。暴露バーはヒーラーだ。はえー。え、暴露バーの覚える技1位がさ、エンジン回復の術なんだけど。これ、範囲回復ってことでしょ？まさか強いのか？これレベルいくつで覚えるとか書いてほしいわ。おい。おい、ブリー隊長、一体どういうことだ？ねえ。聞いていたのと話が違うじゃない。そいつは悪かったな。だがどうすんなら、こいつらにはいろんなチームを見せた方が勉強になると思ってら。むー、それは確かに。でもなんでよりによってカッパたちなんかも一緒なの。なんだと。おい人形、そいつはどういう意味だ。あら、ごめんなさい、ついつい本音が出ちゃった。カッパたちはひょうたん池で一番の超高位型チームって噂だけど、昔からあなたを知っている私から言わせれば、そんなのただ考えもなしに動いてるだけじゃない。ふん、言ってくれるじゃねえか人形。そういうお前こそ兄弟家で一番チームワークが優れてるって話だが、実際は全部ベンマーに押し付けて自分はふんぞり返ってるだけだろ。うるさいわね。
失礼なこと言わないでよ。第一、私は押し付けてないわ。姉さんのためならばってみんな言ってくれるもの。やれ、お田沢の姫なんだ。それはお前が言わせてるんだろうが。なんだなんだ。おいおい、リーダー同士がそんなことで喧嘩するだ。もしかしてカッパと人形の二人って、これは疑うまでもありませんね。バチバチのライバル関係ですよ。これから俺たちの研修一体どうなるずら。おいおい、お前ら研修するなら当然このカッパチームだよな。いいえ、もちろんこの人形チームよね。ああ、サブクエが出てるわ。どっちかやれってことか。もうカッパやるか。バトルアイテムの使い方研修、いやもう使ってるよ普通に。あ、フォースバスターとかってことかな。なるほどね。確かに使い方が分かってない。正面にビームを走らって、クソ強くね、これ。強すぎ、おかしいだろこれ。あ、メラメラボム、これは爆発してダメージを与える。なるほど、使ってみよう。最悪。あ、もう一個あった、もう一個使おう。これ味方にも当たっちゃうのかな。全然当たらん。避けるプロじゃんこいつら。そしたら毒試したい。毒、毒取り付き。あ、取り付いた取り付いた。ちょっとさ、毒のさ継続ダメージを見たいんだけど、どれが毒の継続ダメージなのかわかんないけど、大したダメージは受けてなそうだな。終わった。よお前ら、今回はご苦労だったな。あれ待って、あれじゃん、波ガッポがいる。波ガッポが後ろに。次もこの調子で頼むぜ。波ガッポの方が強そうなのにね。カッパが大将なんだ。バトル研修カッパーズ人魚組と対決だ。あ、いたいた、ここだ。真ん中に行って毒取り付き。あれ食らってない。いつか待って、普通に俺前に行くと死ぬんだけど、強すぎ攻撃力が。でもちゃんとタンク、やばい、知る知る知る、普通に知るわ。藤山にして、え、あ、終わった。え、何、急に終わんない。めてどんこ池で決着よ。ロボニャンパンチ、敵一体にパンチの弾を発射。これであの人魚の首吹き飛ばすわ。いやー、 3D だ。これ使えないとかないよね。使えるよね。こうだ。150ダメージ相手に150ダメージ。いていていて。あれって俺なんか地盤になってる。あ、チェンジしたからか。違う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 。爆音鳴らしにして、は？ちょっと待って。なんか俺より NPC とか強いんだけど。いつもチェンジしてる合間に終わっちゃうんだよな。地響きみてえな声が。ボス来たかこれ。はーん、研修も終わったし、やっとゆっくりできるにゃん。でもいざ終わってみるとちょっと寂しいずらね。研修はまだ終わっちゃいねえ。にゃにゃ、ウィス？まだ研修が終わっていないってどういうことですか？実は。お前らが帰った後、とんでもないことが起きたんだ。どんこ池の主、釣られ太郎丸が、ひょうたん池で暴れ回ってやがるんだ。それは大変ずら。ですが、どんこ池の主がなぜひょうたん池で大暴れを？きっと俺たちがさっき、どんこ池で大暴れしたせいで、池の底で眠っていたやつを起こしまったんだ。あ、じゃあ兄ちゃんがさっきどんこ池で聞いたっていう声は、釣られたろう丸のだったずらね。今は俺と人魚のチームでなんとか持ちこたえちゃいるが、お前らの力を貸してくれ。これが最後の研修だと思って。なんだ、もう先輩チーム大したことねえな。襲来目覚めし古池の主。こいつってこんな可愛かったんだ。
なんか妖怪ウォッチ2じゃあんま可愛くなかったよね。大変。やれやれ。カッパお前さっきまで助けてくれみたいな感じだったのに、カッパくん群れないと何もできねえんだな。俺たち人間と同じだよ。そしたらまずは毒が効くかどうかチェック。あ、効くわ。ボスだろ、俺毒効くんだ。どっか意外だね。音も出したであります。オッケー、多分ヒーラーとかだよな。拾うこいつの範囲。お、バックルバー狙われてるぞ藤の山。あ、見た今こいつあれじゃん、範囲回復だった今。なんかジバニャンみたいに3連コンボじゃねえから威力が弱えな。あ、で毒治っちゃってるからもう一回毒。あ、聞いた聞いた、今の距離で効くんだね。爆音マジ B ランクだからつって高いかなと思ったけど、もしかしてあんま強くない。こいつ34でしょ。ジバニャンは3連コンボで、ええ強っ。ジバニャン、え、ジバニャンめっちゃ強いんだけど、倍のダメージ与えてるぞ。結局やっぱジバニャンか。3連コンボ系以外は弱えわ。逃げる。これ鬼玉また落とすやつじゃない？ほらほらほら。お、すっごい落とす、すっごい落とす。おー、でかい鬼玉も落とすの？あ、これ池で戦うってこと？どんこ池で。自分のフィールドに行ったらあいつ。こいつも群れるタイプか。え、水の中入れない。どうしたらいいんだ。届かね、あ、届いてる届いてる届いてる。え、なんかでかい鉄砲ナマズのゴロウ。うわ、ゴロウ来た、ゴロウ。え、ゴロウまずしばく。俺でも22シャバい。なんでこれやっぱ毒だな。一旦毒をばらまいてからジバニャンで攻撃する、それが一番いいだろうと思ったらもう毒を食らわせている。なんて優秀なんだ。で、ヘイト買って防御力上げて、なんか一瞬だけ防御力を超アップさせるって書いてあったけどさ、3秒ぐらいなのかな。か敵の攻撃が当たる直前にやると、なんか必殺的なやつも防げる的なあれなんじゃない。当たってねえよこれ。当たってんだけど。あ、待って、注目しなきゃ。ちゃんとターゲット、あ、待って、これ必殺やっちゃうもん。これさ、画面内にいるやつ全員だよね、必殺多分ね。で、バクロバーの必殺で素早さ上げる、あ、違う、愛のビンタか。バクロバーの話は何だっけ？パラリラ大暴走。ん？あ、HP がじわじわ減っていくみたいだ。そういうやつだったっけ？全体攻撃も大して強くねえな。なんか推奨レベルより全然低くてもさ、余裕なんだけどと思ったら HP が半分まで削られていくが、揚力プラス20のね、杖をバクロバーに持たせてるから、1回で30回復するわけよ。それすなわち勝ち。回避も必要ねえわ。これ一体いつになったらボス強くなった。ストーリーはもう余裕だろうか。ジバニアが最強すぎる。こいつより強い妖怪当分出ねえだろ。すごいのが来そうだよ。が来た。あ、大技来るから何かを吐き出す。うん、汚れ、汚い水、触ると足が遅くなる。へえ、え、これ釣られたろ、マル。え、違う、何あいつ、あいつを狩らせてくれ。チャンスをものにしろ。
チャンス総攻撃だ。そしたらここで百裂陸球、ばあさん、ばあさん溜まってない。あ、NPC 全然溜まんないね。必殺技、明らかに攻撃してねえわ。俺しか溜まってねえもん。もうまた来るか。いやでも無視でいいじゃねえ、もう無視でいいよ。こいつ死ぬぞ。あ、真ん中いった。うわ、泥水エドロ来た。またいやだ、これ遅延してる間にナマズのゴロを倒す。これ食らってみる。あー、大したことね、全然大したことねえわ。お前らの火力が俺に追いついてねえよ。うちのバクロバー舐めるなよ。疲れている。じゃあおしまいだ。こういうおっちゃんいるよな、そこら辺に。バクロバーのさ、いるだけで HP が回復するのも地味に強い。1だけど、でも3秒で2回復するから、そうかかると強くね。いるだけでだって。4、ニョロロンエキスか。なんか俺ボスの素材が落ちたりしないのかね、これで。タローマルの釣り船落としてるよ。釣られタローマルが乗っていた釣り船、池の上を滑るように突っ走る。あ、体の一部じゃなかったんだ。すごいであります。あの釣られタローマルを倒すとはなかなかやるでありました。にゃにゃ、これで今度こそ警視部おしまいにゃんね。でもまさか後輩君たちに助けられるなんてね。ああ、もうお前らは後輩じゃねえ。これからライバルだな。オーケー。とにかく、これで研修はオールオーバー。終了だ。キャッパー、人魚、お世話になったな。ブリー隊長、そいつは違うぜ。礼を言うのはむしろこっちの方だ。ええ、ここのみんなのおかげで私たち思い出すことができた。私たちにとって何が一番大事なのかってことをね。やれやれ。今回俺たちはつまらない争いをするばかりで、町の平和を守るっていう一番大事な仕事ができなかった。これじゃあバスターズ失格よ。だからこれから心を入れ替えて他のチームとも力を合わせていくわ。共に町の平和を守る仲間としてな。ビクトリアン、オーケー。これで全て解決だな、ビクトリアン。大変。あら、もうこんな時間、早くドンコ池に行かないと。ドンコ池、一体何しに行くんだ。これから釣られ太郎丸とお茶をするの。え、仲良くなったの。あの後彼と話してみたら、話し相手が欲しいみたいだったから。おいおい、そんなの聞いてないぞ。俺も声かけようと思ってたのに。あら、それは残念。でもこういうのは早い者勝ちよ。おい、ふざけんな。やっぱりお前とはやってらんねえ。せっかく仲直りしたと思ったらまた喧嘩を始めちゃったにゃ。氷炭池の縄張り争いはまだしばらく続きそうですね。何よ。なんだと。そっちこそなんだ。ちゃんちゃん、次回の妖怪ウォッチバスターズは？にゃ、お使い横丁が土の子でいっぱいだにゃん。事件は司令室で起きてるんじゃない。お使い横丁で起きてるんだ。第5話、おどける土の子大捜査線、お見逃しなく。ん？このボスなんだ？三つ股のオロチか？ずらー。今日のトレーニングもきつかったずらね。ブリーズミートキャンプ100セットやりすぎにゃ。私もう嫌になってきました。エヒスパーはさ、なんであの戦わないのにトレーニングしてんの。ちょっとみんな、お客さんが来てるんだけど。第5話、おどける土の子大捜査線。ウィス、お客さんというのはあなたですか。キュピー、キュピー、そうだよ、僕は土の子、よろしくね。土の子って言ったら、幸運を呼ぶ幻の妖怪面。どんな用で来たにゃん。土の子の里から急にいなくなった、仲間たちを探してほしいんだ。
土の子の里？土の子の里は幻の里、幸運を呼ぶ土の子だらけで、それはそれは幸せいっぱいに暮らしているらしいずらね。にゃん、そんなに幸せだったらニャンでいなくなったりするにゃん。わからない。だけど里のものがたくさん姿を消してるんだ。かわいい。みんなお使い横中に遊びに行くって言ったっきりね。それはちょっとおかしいずらね。僕の方でもできる限り探してみたけどさっぱりで。でも君たちならきっと解決できると思うんだ。最近メキメキ実力を上げているすごいバスターズなんでしょ。にゃにゃ、そう言われるとにゃんか照れるにゃん。お任せよ。事情は分かりました。この件は我々にお任せを。よし、したら今回はここまでか。